どうも、ガラです。お願いします。ということで、今日も将棋で自分将棋やっていきましょう。というわけで、今日はですね、なんだ？あ、そうそう、マイクを買おうと思ったんですよ。だから、最近こう、マイクもともと使ってないんですけど、マイク使った方が、声の音量ちっちゃくて済むのかなと思って、マイクを買おうと思うんですけど、なんかおすすめのマイクあったら教えてください。ということで、お願いします。はい。よし、ちょっと疲れたな。まあ、仕事終わりなんですが。ちょっと疲れました。はい、ってことでですね、最近なんかね、いろんな人に俺のチャンネルがバレてるようなんですが、まあまあそれはいいでしょう。はい、お願いいたします。はいよし、はい、相手が三間飛車なんですけど、三間飛車が一番苦手なん、まあいいや。はい、苦手、うん、どうしようかな。何やりますかね、これね。何やろうかね、本当に。右翼しにくいんですよね、三間飛車だと。まあ、普通に組んでいって、まあ、左美濃とか組んでいきますか、とりあえず。左美濃組んでいって相手が何かしてきた時に、なんかカウンターっぽくできればいいかなと、かなと。船囲い、うん、まあ、こっちから攻めるって感じじゃなくなってくるんですけど、まあいいか。はい、ライフリッジ固めてですね、固めてドッカーンで、相手も固めてきてるんで、多分3五歩来ないんかな。あ、3五歩来ない感じですね。天守閣美濃、こっちから7九角から狙っていくかな。まあ一旦6六銀と上がって7七銀と締めていきますか。うん、でここで一回角引いてみて、いや今のところで7七銀だったかな。7七銀と引いてから6五歩に6六歩って反発するべきだった気がしますね。まあいいや、多分これ 6五歩ってついてくるんですけど、あれついてこなかった。この交換はね、だいぶ居飛車が得なはずなんですよ、確か。これ6七銀と固めれるんで、であと3六歩から一歩交換していってって感じかな。でこの瞬間は相手が攻めてこれないので、ここで一回3六歩とついて4五歩とつきにくいでしょうと。で4五歩はあるけど、うん、で3五歩、これ3五歩同歩同角で3二飛車の時にどうするかなんですが、3二飛車、ここで3八飛車は3八飛車、2四歩は3五飛車、やってみるか。はい、これどうやって受けるんですかね。あ、金上がりか、まあ、普通ですね。で走って、まあ、3四歩と打つかどうか、打ってきたら、まあ、3六飛車と引いといて、2四歩は同歩かな、うん、なんで、まあ、3七桂と跳ねて桂馬の活用も狙っていける感じですかね。でここで4五歩って手はあるかもしれない。4五歩3七桂4四銀と来て、次3五銀とか3五歩を狙ってくるという感じですけど、どうしようかな。無理かな、跳ねてみようか。はい、ね、4四銀に次3五歩が待ってるんですが、どうですかね。3五歩同角同歩同飛車で行く予定、やってみようか。はい、やってこいと。で何もしてこなかったらちょっと迷う。こっちもねちょっと動きづらいんですよね。4六歩つくと3五銀出られるし、あ、微妙ですね。うわー、そういうこと、そういうこと。3、これちょっと迷いますね。6、あ、これわかんねえ。ちょっと待って。2六飛車は3五銀とか3五歩とか伸ばしてくるんですよね。まあでも2六飛車3五歩に4六歩ですか。それはあるかな。ちょっと一回待った。おお、来た。まあ、来てくれる分にはありがたいのかな。まあこれ同角で同歩同飛車で次4五桂があるんで、これ何か受けてくるんですよね。まあ4四金とかやってくるのかな。4四金はもう角ぶった切って3一角くらいですか。で3五ひっくり返って金取りって感じでどうですかね。なんで、まあ、4のどうすんだろう。これ角打ち2 3、新しい4 5、新しいが7、ちょっと待って、8、何それ。まあまあいつでも3三ぶった切れるん でこれ次1五歩からの1四歩が嫌だと思うんで、まあ、4四金って上がってきて3五金を狙ってくるのかな。だかそうすると3三ぶった切って3一角って打つと3 4、まあ、やってみるか。まあ、一応1六もいいや。いっちゃい、はい。で、同桂に3一角と打って、まあ、とりあえず下逃げたら角取れるんですけど、まあ、5三角よりは3一でしょうね。うん。3一角と打って、なんかめっちゃ見られたな。まあいいや。なんかめっちゃ見られた今。で、これ下逃げれない。まあ、逃げるか。逃げるんですね。で、これ、ここで5三角なりっていう手がいいのかなって思ってるんだけれども、6。まあ角取ってもしょうがないですもんね。こっち行くがよ。はい。で多分金3五角は3五角どうしようかな。3五角3四歩か。3四歩。で同金になったら4三馬。1、2、3。でこれが嫌じゃないですかね。で同金は4三馬で、
両取り食らってるんで、なんで、まあ、2号桂単純に同桂があるし、これ結構1本入ってる感はあるが、まあ4-4 1-2 迷う、3、それは迷う、4-5-6-7-8、ああなっちゃった、なっちゃった。いやこれはね、さばかせてる感があるんでちょっと嫌だったんですけど、今ね課金取って予算金とか言うてもあったかもしんないが、まあいっか、はい、当てて34飛車に、34飛車に3六歩から3五銀、いやなんか重いな、なんか重いけど、まあとりあえず一発3六歩と打っときますか。1-2-3六歩2六角が嫌なんですけどな。5-6-7-8、いやわかんねえわ、ちょっと重かったですね。5二馬から7五歩っていう手もあったかもしれないけど、7五歩はな、王様の小瓶だからちょっとやりづらい感はあるが、がどうする。いやーわかんないなこれ。4-5-6-7-8、いやーセンスない、センスがない、センスがないな。まあ、とりあえず次7五歩つきますか。7五歩から7四歩がないんで7四桂打ちますか、しょうがないから。うん、この馬よりはなんかちょっと変な感じするけど、1、でも、もういっちゃえ、あでもなこれな、3、4、まあ、いっちゃえ、はい、で次これまあ桂取ってきてで7四歩7五桂みたいな手はあるんですけど、もう7六玉で頑張っちゃいますか。ちょっと怖いな、1、やめよっかな、やめよっかな、3-4-5-6、いやひよろうかな、いや行ってしまえ、行ってしまえ。7五桂ねかなり怖いんですけど、いやかなりどこじゃないか、これどうなの。これ7五桂さ9七玉で耐えない。お1-2-3ひよった、ちょっと待って今5-6、今ですね、車横の人が車を開けて俺のとこにドンって音がしたんだけど、ちょっと待って、ちょ待ってよ、ちょっとまあ、まあいいか、はいはい、大丈夫かな、大丈夫かな、まあいいや、とりあえず両取り、両取りじゃないね、7一金がある、7一金、まあ、7二金って寄ってくるのかな。うん、1、これちょっと困ってますかね、3、いや困ってんのか、本当か、金打つ、金打つ、金打つ、あ分かんないっすね、はい、7五桂がずっと怖いんですけど、まあいいか、うん、まあ、次7三歩と打します。7三歩同金だったら7一銀、いや足んねえな、あ単寄りか、単寄り、これは金引きがちょうどいい気がするけれども、これで一応7五桂が金取りに当たらないんで、うん、ちょっとですね、ちょっとなんかね雑になっちゃったけど、まあ、次、次7三歩から7三歩7四歩もあるかな、起きてくるんだ、2、これは同金ですね、うん、同銀だと7五桂がなんかね王様に紐ついてないんで、7五桂は7六玉と上がるので、で角ぶったけどさすがにやりすぎだった感じはするが、1、まあ、これ歩ぐらいで多分ほぼ詰めろになってるんで、多分相手がこれ困ってそうですね。同金は角打ちから詰み、同玉の一手なんですけど、5一角が金しかないんで合駒が死にづらいと思うんですよ。1、これが合駒しづらくて、金合いするんであれば、8一銀ぐらいでまた詰めろになると思うんで、いや8一銀微妙かな、まあいいや、でもこれこっちが詰まないんで、1、どうしようかな、2、3、8一銀で変か、6、7、8、こっちから打ってみよう。7一銀だったら5二銀なりでまた詰めろですね。まあここで桂跳ねても王様上がっといて大丈夫なんで、で斜め渡さない方がいいのかな。まあでも特にないですねこれ駒、1、うん、渡しちゃいけない駒は、3、まあこんな感じでひっくり返っといて、これで次6二角成から詰めろになってるんで、そろそろ受けが効かなくなってくると思います。でどうやって受けるんだろう、桂跳ね、まあ桂跳ねは王様上がりですね、上がっといて、で次まだ、6二角成から詰めろは継続中なんで、どうやって受けるの、うん、まあ8二玉かな、時間切れ勝ち、ありがとうございます、まあいいや、もう一回行きましょう、大丈夫か、あなたが先手です、気になる、あ、うわー、またこの人か、対局開始お願いします、はい、ってことでね、九段が相手で、まあ、9連勝中ってことで、1、まあ、この人はですね、うん、まあいいや、ノーコメント、はい、まあ、とりあえず、まあ、角狩りしてくると思うので、何しようかな、ちょっとあれやってみますか、
角 打たせるやつ打ってくれるかは分からないんですけど、打たせるやつやってみますか。これただね、早く逃げてきた時にどうするか困るんですよね。そう、まあ、その時は普通に5六金からやっていけばいいのかな。1、2、3、まあ、こうついてで銀上がってきたら上がってきたで、あ、上がってこなかった。ならこうやって上がってですね、であとは2六歩に2六歩2五歩ついていく感じです。で飛車を置いて、ね、金上がって角打ってもらう。多分、ね、でもね知ってるはずなんですよね多分知ってると思うんでやってこないでしょう。うん、さあどうでしょうかね。やってくれるのであれば面白いが、これどうすんだっけな。あのなんかいいタイミングがありますね、これね。確かいいタイミングが、強者とか上がっとけばささらにプラスになるみたいなあった気がするんですが、まあ、やってこないでしょ多分。うん、やってこないですよね まあしょうがないか。これはこれは何だ、あとこれは銀引くと6六歩から4六歩があるんで、まあ、上がるしかないと。で上がって8六歩同歩同飛車は8七歩と打って8五飛車ですか。8五飛車7五歩と突くと6四歩と打たれといて大したことないってことかな。でも 7六金、いや微妙ですね。盛り上がってるの怖いもんな。取らしてくれる。ああなるほどね、角打ちが残るからってことですか。4、5、6、あえてこうついて、危ねえかなこれ、危ねえかな、こうついてみると、これで次、6五銀取れるんで、まあ、筆受けてくると。そうですね。でどうする。3、4、5、6、俺いつも右に行ってるんで分かんないんですよ、こっちに行くの分かんない。せっかく4六歩ついたのに下引いたらあれかな、横行きが端攻め、あ角打ちたいってことですか。9八に分かんないわ。どうすればいいんだ。まあ9七歩って打ってきて、でこれで同香は9八角と打たれてちょっと自信ないぞ。ということでもっと自信ないが、まあ、一応一歩ないんで、まあ、9五下に9六そこでか。3、4、5、6、7、8、9。いやーわかんねえ、ちょっと指し手が難しすぎるぞ。1、2、3、同銀はちょっとや、あダメか、同銀は確実ですね。5五に今日走ってきたら1、2、3、まあ桂跳ねか。4、5、銀上がりはね4六角と打たれるのがちょっと気になるんで桂跳ねといて、まあ、今日走ったら9六歩同香に9八歩って打つか、9六歩同香に放置するか、悩ましいところですが、どうすっかな。まあ、別に取られても同香があるんで、まあ、すぐはないんですけど、ただちょっとどうかな、一回角打ってみるか。馬作って棒やると馬作ってみてどんな感じになるかっていうのを見てみますか。そっち行くんだ。1、2、3、これなってさ、今日なって9二歩って打ったら7一飛車ってやるのかな。1、こうやるしかないですけど、これ8なら成香とかやってくるのかな。大丈夫かな。1、2、3、4、1回8四馬ってやりたいが、やりたいが取るなんかね7三金がぶっ切られて、うん、どうだろうな、わかんないっす、わかんないっす。1、2、あこれ桂打ち残るんだ、4、やだな。6、7、8、取るしかないのか。5五桂が残ってるんですね、5五桂が。なんでどう、あこれ打つんだ。1、2、3、確かに4、5、6、7、ちょっと苦しいですね。ちょっと苦しくなってまいりましたが、1、2、3、4、5、6、7、いや分からん。角打ちは4九香と打てればいいが、まあ、これ同金しかないですね。同銀ってやると、角成られちゃうんで5七に。でこれで7七桂成に同玉とやる。あ角打ち取れるのか、そっか2そっか、うん、これ厳しいですね。1、2、3、これ寄るのかな。4、5、6、7、まあ、1回ね、1回王手2二玉で1、これは3、4、5、ぶった切って角なって、いや寄ってそうですね。8、こうやると、こうやると3ならなられたら困るんですけど、なってくるんだ1、2、3、そっか、4、5、
まあしゃあない。4ならぶった切っては来ないんだな。1、2、3、4。これはこうやって上がるとさすがに切ってくるんですか。いやでも切んないかな。4、6、5、1、馬、あ、5、9、馬か。そっか、これ同金で同玉は頭金で詰みですね。夜行ってと、あ、これ詰んでるわ。これ角成りから詰んでますね。あ、詰んでるか分かんないけどほぼ詰んでますね。あ、詰んでますね。うん、負けたよ、負けた、うん、はい、ということでこれで、まあいいや、最後までやろうか、最後まで、うん、強かったね、ありがとうございました。まあ、というわけでね、ちょっと久しぶりの投稿になったんですが、ちょっとそう、マイクを買ってね、なんかできないかなと思って、いろいろちょっと試行錯誤はしてないですね。頭の中でしかしてないから。まあいいや。そんな感じです。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それじゃあ、バイバイ。